秋田西宮は、兵庫県西宮市の、阪急神戸本線、西宮北口駅北東側にある再開発ビル。開業は2001年4月20日。名称は、アクティブタウン西宮から来ている。もともとこのあたりは、駅前商店街、公設市場など、約230店が立ち並ぶ古い商業地であった。ところが、 1995年1月17日未明に発生した阪神淡路大震災により、のきなみ壊滅的な打撃を受けた。そこで、1997年8月22日に仮設店舗、ポンテリカ北口を開設して、約50店が入居して営業を再開した。それに並行して再開発事業の協議も進められ、都市計画決定から約6年。 工事着工から約3年をかけて2001年4月20日に開業した。しかし、震災前に存在した店舗の多くが賃貸していたテナントであり、そうした店舗は新たに資金を用意して再開発ビルのフロアを購入する必要性があった。また、教益費なども高額であった。そのため、震災前の約230店のうち当初入居を希望した店舗は、 約150店舗で開業時点で入居したのは約70店舗で地権者で残ったのはわずか31名に止まった。さらに、阪急西宮ガーデンズが2008年11月26日に開業すると、当地区の買い物客を奪われて苦境に陥ることになった。あくた西宮開業後、かねてからの懸案事項だった。 西宮北口駅南北間アンダーパスが完成。大型車の通行が困難だった。同駅前の道路事情が大幅に改善された。2004年6月27日に東館の4階からの下りエスカレーターで用事が約10メートル下の2階フロアに転落し死亡する事故が発生している。阪急今図線。 宝塚駅ホーム東側に隣接しており、ウエスト胸とイースト胸の二等構成となっている。開業2001年4月 ABCD、週刊東洋経済、臨時増刊全国大型小売店、騒乱2007年版東洋経済新報社、2007年。ABCDFGHIJ、西宮の震災復興ビル開業、新海地の 受落館復活神戸新聞 ABCDEF 斎藤 M 町公園西宮北口の記憶選択再開発ビルも学店主ら神戸新聞田中道夫検証テーマ商店街小売市場の活性化 P95 アーカイブド2014年5月18日アットザウェイバックマシン阪急西宮ガーデンズがオープン開店前から列朝日新聞 不明。ニュース、エスカレーターの手すりから男児が、転落し吹き抜けへの転落防止策は、未整備。日経アーキテクチュは2004年7月12日号、46ページ。西宮市内発のストリートピアノ美しい音色に、拍手、お出かけトピック兵庫お出かけプラス、神戸新聞ネクスト www.kob-np.co.jp。Www. 2021年8月28日閲覧、ありがとうございます。